ブルクザさん、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 紹介させて、はい、お兄ちゃん、本当に楽しかった。The people were really nice. はい、じゃあどっちも楽しかった。みなさんは優しい。本当にありがとうございました。行く前にあやさんとゆうちゃんの踊りを見ていて本当に良かったと思います。あ、そう。またお会いできるように、ね、また会えますように、はい、お祈りします。ありがとうございます。緊張、はい、にされる。ありがとうございました。綺麗な街並みと優しい人々の触れ合えて楽しい時間を過ごしました。この機会を自分の街づくりにも生かせたらと思います。ありがとうございました。また来てんの？また勉強足らんからもうちょっと。まあ、前回よりも感じたのは、やっぱり柳瀬町の人たちが、もう行政だけでなく、住民たちが、まあ、一人一人と、この町のために考えてるなっていうのを、もう頑張ってるなっていうのを考えてました。もうみんなも町作りのためにもう力を込めて、嬉しいね。行って、感動しました。ありがとうございます。私も本川に帰る矢掛に来ました。そして、前回は矢掛の歴史とかたくさんの話、歴史についてのたくさんの話を聞きました。そして前回はたくさんの歴史についての話を聞きました。そして今回は矢掛のこれからのつながりについてたくさんの話を聞いて、矢掛の人がいろいろな努力をして、矢掛がこんなに発展したのは本当に不思議だなと思います、そして矢掛のこれからの発展もみんな頑張ってなんか新しいことを矢掛に残してくれないといけないよ。こうしたらどうでしょうか。もっともっと矢掛が良くなりますよ。ああ、そうですね。温泉に入って、温泉から上がった後は夜掛を入って、町の静かな道、ゆっくり歩いて、なんかこれは本物の日本だなと思って。すごいね。それについてもっとたくさん力を入れたらいいな。はい、どうぞ。ありがとうございます。私はまだ研究者の程度にまだまだです。ただ昨日住んだ和室も綺麗だし、お店も気持ち良かったし、そしてその質もいい点数になりました。女性の方へ、ちょっと待ってね。で、女性の方。私も矢掛初めてだったんですが、こんなお風呂とか素敵なものがあるって知らなくて、本当に楽しかったです。また今度はお金を貯めて素敵な客室に泊まりたいなと思いました。今度はお金を貯めて、はい、高いやつに新婚旅行で来られてはい、なんか女子大生とかももっとこの町
町に来て、こう温泉に入って浴衣で歩いてカフェに行ったりとか、そういう風にできるような町になったらいいなと思うし、いろいろお話聞いて、小学生とか中学生とか高校生の活動のお話がすごく面白かったので、今度そういう子どもたちの話も聞きたいし、活動も見てみたいと思いました。これからがすごく楽しみです。頑張ってください。はい、待ってくださいね。はい、どうすみません。私の場合、私の田舎での畑で卒業しま育ちましたので、この世の町はとても懐かしいと思いました。それより5月に国から出ましたので、少し今じゃ里心のような感じがしました。今回じゃもう一度家族と一緒にいることをとてもじゃ良かったと思いました。このことをいただいて本当にありがとうございます。ね、里心が本当の優しいお父さんお母さんと一緒になってね、途中でよかったね。はい、どう、これは私の初めてホームステイの経験です。夜陰に来る時、私は緊張しました。でもホーストのお父さんとお母さんはとても優しくて、この経験はとても楽しかったです。本当にありがとうございます。また会いましょう。ぜひ来てくださいよ。私のホストさんはとても優しいです。楽しかったです。夜陰に帰りたいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか